お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらのスケラフリーズデッキをね、使ってやっていこうと思うんですけど、このね、スケラフリーズを使って、海外のね、選手が、多分この辺にそう、このサンダリアっていう人が、すごいスケラ使いなんですよね。で、なんかちょっと変わったスケラを使って、今ね、中身を若干いじってはいるものの、今9位なんですけど、これでね、世界1位いったっていうので、まあ、このスケラでね、もう世界1桁までいってたんで、今日はね、これを使っていきたいなと、思います。というわけで、ね、いつも横にね、コタがいるんですけど、今日は、気分転換。はい。挨拶をどうぞ。はい、どうも、天元です。はい。というわけでね、今日は天元とやりたいなと。気分転換。ふふふ。ひたまたみたいなやつ。気分転換。ちょっとコタはいい。マジで、コメントで、何言ってるかわかりません。何ですか、本当に。めっちゃある。毎回あるから、さすがにね、俺なら聞き取れるから。ギリギリね。ギリってなんの？え、でもマジで、俺もその自分そんな滑舌良くはないと思ってたから。めっちゃいいわけじゃないじゃん。だってまあめっちゃいい人もそんないないじゃない。なんだけど、そのコタと出会って、あっていうね、こいつは悪い、これは悪いなって、こいつは悪いぞと、俺さてはいいのかっていうね。なんかあれだよね、ペッカの人だね。よろしく。コウモリ。お、なるほどね。さあ、これはまあ合わせて、で、このスケラデッキなんですけど、まあ、スケラフリーズも刺さるんですけども、その、そう、バルキリープラスムートとか、その辺も刺さるんでね。で、多分この人ペッカなんで、今スケラ打つと、端前ペッカ邪気にされてカウンター受けるんで、しない。あ、出た。そのよくあるやつ。お得。そう、お得ですね。ムートが壊れてなんかいい感じになるやつですね。でもこれ立ち回りちょっとむずいっすね。まあでもバルキリームートとかを刺したいのは刺したいんですけど、ペッカでやっぱジャギンってされちゃうんで、ペッカ相手が裂いてから基本的にはなんか攻めの形を作っていきたいですね。それまでは基本ね、引きこもっていきたいまでです。もう一回ゴルフ蓋して、あ、アーチャーが死んだ。アイゴルフ蓋して、もう、多分、このムート、そうですね、これまたスケラ打っちゃうと、このムートペッカでジャキーンって止められて、怖いんで。あ、これでも、あ、先に溶かす。あ、それはうまい。これちょっと打っちゃったんですけど。あ、でもアーチャーあるんで、言うとそんな痛くないかなっていう感じですね。痛い。これはこれ、スケル打ちたいんですけどね、マジで。あ、結構いいかも、質ね。結構慎重だよね。うん。マジで。これペッカっすね、さすがにペッカ降ってきますね。メガゴ出して、コウモリ来たらザップ速攻打ちます。あ、浮気した。表現が良くない。なんかペッカ咲いたんで、ワンチャン回転早いのがちょっと怖いんですけど、マジスケラデッキなんですけど、こういう感じで、ね、スケラ以外のこう形を作ってあげるといい感じ。あ、これもう一回あれ降ってくるかも。あ、1回目で学んでる。確かに。これスケラ打って、あはやばい。これそのスケラ結構アーチャーとかきついんですよね。アーチャーがきつくて、うわ、ワンチャンフリース説あったな。まだもう一回盛りますね。その多分相手スペルがあんまない説があるんで、イモることは可能なんですね。まあその折り切れるかどうかすごい難しいんですけど、そのしっかり待ってチャンスをね狙いたいですね。仕掛けてきましたね。およいしょ。後ろ処理して、このスケの中にこれでね、これで勝手に簡単になるんで、まあでもアウトローいるんで、そう、これが突破できないんですよね、僕からしたら。アウトローとアーチャー、そう、アウトローアーチャーが結構ね、スケラメタっていうね、若干。これザップ打ちます、さすがにね。これまた同じっすね。いつまでこれ同じことするんだって感じなんですけど、攻めすぎたらやっぱ負けちゃうんで、
しっかりね、丁寧に巻き筋を減らすってやつですね。どっかで聞いた覚えが、えいよーすね、えいよー、あのケンツムシが言ってました、ね、あのザップって、あ、はいはい、あの次フリーズって時にアーチャー殺そうとしたら空振りましたね。そんなことある？うん、やばい、ハードさんとくる。あ、でも入れてね、またザップあるんで、よいしょよいしょ、ザップチー。いや、これむずいな、マジで。これいける？そう、どっかで行きたいんですけど、相手もね、あのフルブッパをまだしてきてないんで、相手も多分待ってると思うんですよね。うわ、これでもアーチャーとアウトローされてるからワンチャンあるんですよね、これ。ってことで、始まりペック来て、これ。うん。辛いわ、これ。やばいやばい。まあ、でも、言うて守れるまで。左ザップの。オッケーオッケー。あ、これムート残ってる、しかも。これバルキリー OP っすね、マジ。このムートね、大丈夫。オッケーオッケー、いい。まあまあ、オッケーオッケー、え、まあまあ入ってる、まあまあ入ってる。ああ、でもこの、ああ、アイゴル使っちゃったんだ。そう、アイゴル使っちゃったんでね。いやー、でもこれ勝ちいきたいですね。2400なんでまだありますね。イモリすぎじゃねって、動画なんだからもっと攻めていいんじゃね感すごいあるんですけど、すごい安牌カードが多いっすね。安牌カードとはまあ安牌で切れるカード、確かに切りやすいですね。これザップっちゃえば、あのもうアーチャー飛んじゃうんで、これで、よし、これでも、あ、これもう一回やります、これ全然やります。相手今攻めてきてるんで、これ最後カウンターで10秒、あー、ねえな、これさと、なので、動画なんですけど、これ引き分けになっちゃうっていうね。まあ、まあ、なんかお互いめっちゃ待つデッキだから、そう、お互いがそうカウンターをデッキだったことによって、まあ待って待って待ってね、なっちゃいましたね。なんで、まあここはね、まあしゃあない、しゃあないですね。こういうこともあるんで、あのデッキのその性質といいますか、同じデッキの性質持ったものがぶつかっても引き分けになるみたいなのも大事ありますね。なんか削る呪文もないし、はい、そう、お互いそう、ファイボとかポイズンもないんで、お互い削れないっていう、ディガーもないっていうね、お互い。今すごいですね、お互い削り呪文ないザップだけっていう。そう、ワンチャンしかお互い狙ってないから、お互いどっちもね、丁寧に丁寧にしまってああなるっていうのはまあありますね。向こうのプレッシャーめっちゃラッピー似てるよね。うん、ゆっくり、そう、ゆっくりゆっくり待って待って、相手が攻めてきたところを食い散らかすね。言い方悪いな。よろしく、やっちゃうよ、スタンプ使ってる。さあ、すけー、これテスラクロスか26で、これ意外とテスラクロスに勝てちゃうんですよ、これマジで。テスラクロス次来て負けたらどうしようって思ったんですけど、なんだ、いや、わかんないね。あ、これやばい、あの女の子が持ってかれる、いやー、あれで、まあね、まあまあ、この受けから受けから、あ、でもこれあのウッド使ったからスケル打ちたいんですけど、スケル打ってフリーズ打ってパピーンってやっちゃいたいんですけど、丁寧です。相手ゴレかな、なるほどね。さすがジャイ使い、ゴレですね。何がジャイや、ジャイだと思ってムート右にしたわ、これマジ。まだこれもう一個相手はユニット叩かないと、わあ、ザップ誰の分かってたかな、さすがに。いや、分かんないだろ、ザップ初めて。これも顎で釣って、これもアーチャーセパで、やばい。おお。まあでもこれあれですね、あのもう見て分かる通りカウンターの形できてるんで、なるほどね、カウンターの形、どこ行った、俺のカウンターの形が消えた。まあでもウッドロイのスケダクプリビビメガゴ、これ橋前ムートつけらしたいっすね、マジやっちゃおうかな。でも僕は今日丁寧にいきます、丁寧スタイルでいきます。でダクプリ、そうだろ、うん、これ多分ダックピリくるんですよね。これもうザップとか打ったらワンチャン突破できる。ライトニングって投げて、ライト叶えます。よし。あー、そう、ライトニングってアド取ってるんですよね、今なんで。結構有利に持ち運びたいんですけど、
で、これは共有しますね。ケツメガゴライトニング来るんで玉砕出してバルキリームート構えて、マジやばい、これしちゃったかもしれない。でも僕あのこういうことよくするんで、これライトニングボーイですね。うん、さあ、俺いつもこんな試合してたらめっちゃつまんないじゃん。芋って芋って芋って芋りすぎだろってなるよこれ。だからみかんさん変って言われる。そう、みかんさんにやったらマジ変でわからんって言われますよく。アドバイスくださいって言っても変でわかんないって。ムートがあるので、これザップで延命して、それはなかなかムートが入りますね。いえ、ウッドムート後でこの隙が、ああ相手も出すぎ。なんで相手の応援してんだよお前。お前なんで相手の応援してんだよ。応援でもね、応援でもね、頑張ったら言ってないから。これ今ダックプリ咲いたんだって陸がないんですよね。てかスケアフリーで多分結構きつめのキツだと思うんですよね。きつめのキツだと思うんで、これもフリーズパッキンしますね。初登場します、フリーズ。そう見て、あ、いやでもこれでお願いお願い、マジでもう一発、ウェーイ、来ました。祈ると、さすがに。そう、あの最後僕祈ってたんですけど、これ聞いてください。あのベンザー選手いるじゃないですか、あのケイオスのもうアジアトップ、世界トップのうまいベンザー選手があの言ってました。これ WCG で一緒のチームになってみんなで頑張った時に言ってました、あの祈ることは大事。伝わったんすね。うん、あのもう祈ることが大事なんで祈ります、みんなも祈りましょう。なるほどね。そう言ってましたもん、だってあんだけ成績残して活躍してる。ベンザーが言うならみんな信じるわ。ベンザーが言ってたんですよ、だから。コタが言ってたら。そう、コタが言ってたら。本当か？お前本当に祈ってんのってね。そう、ベンザーが言ってた。よく見たら試合前も。そうそう、なんかね。祈ってる感がなんかね、そう、目つぶってちょっと下向いて、そうそうしてるんで。そういうところもね、そういうところはね、しっかり。真似してね、上手い人のやっぱそういうところも真似していかないと、うん、大事なんでね。これもしかしたらあの僕あの別の部屋で動画撮ってるんですけど、ライキさんの声がでかすぎて多分僕の動画にワンチャンかすかにライキさんがあー待てーとかこういう声が入ってたかもしんないですね、もしかしたら。入ってるかもな、ワンチャン入ってるかも。 BGM 聞こえるもん、俺が聞こえるからディ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 って言ってますよ。なんか BGM で、まあ、ワンチャン聞こえないかもしれないですけど、ああよーく音上げて聞くとちょっとね、ライキさんの声がシークレットシークレットボイスちょくちょくねちょくちょく聞こえるかもしれないっすね。ってわけでマッチングがなんないっすねこれ。うん、動画潰し、それな、マジでこういうことあるんですね。マッチングちょっと長いとね、それで寝ちゃうとかまたちょっと大変ですね。でちなみに今ポロス全員選手全員7000いって、あれコタ7000、そう行きました。コタもテンゴットも僕もライキさんもみかんさんも7000いって、ライキさんだけ今7200いってますね。うん、すごい。そうなんていうの、ちょっといい感じっすね。負けじと上げないといけないなっていう感じですね。やば、待って、マジでマッチングしないんですけど長いね。うん、でそうで明日 VS タロン戦なんでね、マジであの初戦負けちゃったんで、さすがにね、ここ待って、ライキさんのファンもうるさい。さすがに2連敗しちゃうとマジでもう後が本当なくなっちゃうんでね。そう、ここはマジで死ぬ気で、ここ負けたら死ぬと思ってね、取りに行かないとやばいですね。というわけでマッチングしました。でトロフィーが結構70ぐらい下なんで、これ負けちゃうと35ぐらい持ってかれちゃうんでね、しっかり勝ちたいなと思います。よろしく。さあコウモリ、え早いスケロ、何威圧がすごい、やば、圧がやばくない、圧がやばいね。これアーチャーがいい、同じデッキ説ある、あない、あでもこれさ、あいつはミニペで端前はこれ押さえてくると思うんですよ。多分スケロったら結構コストなくて苦しいで、あー待って、全然違う、コウモリ一回スケロミ、よし、あ飛ぶな飛ぶな飛ぶな、お前、えこれやばい、あのアイゴールでメガネ釣るとコウモリ来るんで、これ今ちょっと、ね、アイゴールで釣ってもコウモリ来たらアーチャーですかね。
危ない危ない。じゃあ、ライクさんの声がマジで大きい大きい大きい。いやー、これなー、これ磨いて飛んじゃうんすよね、マジ。怪しい怪しい。いや、でもこれは許容でも飛んでもいい。飛ばない。オッケー。オッケーオッケー。いや、おいしいおいしいおいしい。で、ワンチャンホグ来るんで、まあ、バルキリー。オッケーオッケー。で、メガゴも出しちゃって、まあ、バルキリーメガゴの形がね、こう、勝手に作れちゃうんで、これだけで。これだけで圧になりますね。で、相手はここにメガナイトを出したいんですよ。で、今、アイガルも使ってるんで。これこっち攻めつつ、じゃ、こっちがね。おぉ！やばいやばい。やばいやばい。ムート無視して、やばい。これは、あー、これおられた。あー、待った。これいらなかった。これおられるなら、今無視してよかったですね。これやばい。勝手に両サイ来てる。これちょっとやばいかも。危ない。これあの、インドラがやばいんで、左のターンもやばいんですけど。やばいやばい、待って、痛い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 、そんないる？メガナイトホグのインドラギャンコーモリ。うわー、持ってね、右のザップしちゃったっすね、ちょっと。いや、でも、いやー、まだあると思うんですよ。まだあると思いたい。まだあると思いたい。うわー、待ってー、これは、これは、まだ参る。気合で。気合で。そう、背後なんかあると思わないですからね。外れる？外れたら、お、お、来た来た来た来てる？本当に？お願いお願い入って、いや、いい、来た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 、いい、オッケー、もう一周これをすればいいから、これ一回竹取ってから、オッケー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 、いや、ちょっと多い多い多い、マジで多いんす多いんす。で、これあの真ん中ムートで、あるある、え、全然ある全然ある全然ある、ワンチャン、あ、ワンチャン、お願い、祈ることは大事、耐えて耐えて、なるほどね。なるほど。いやー、これあの、バルキリーメガゴでよかった。で、左ムートもよかったんですけど、あの、ザップがしゃしゃった。しゃしゃりましたね。あれさえ投げればっていうところで、ちょっとね。いや、打っちゃった後の、相手の生かし方もうまかったですね、逆に。はい。そうですね。で、そのあれもザップないからっていう。これなんでね、はい。攻めすぎだけ注意して、皆さんね、ぜひね、こちら。使ってみてください。で、あのダクプリ、そう、バルキリーの枠がダクプリでやってる、その上手い人がねやってたりもするんで、まあ最悪ねレベルが足りないって方はバルキリーじゃなくてダクプリとかに変えちゃっても全然いいと思います。というわけで、ぜひねこちら使ってみてください。では、まあ、こんな感じで明日も頑張ります。チャンネル、あのね、ペンごとの概要欄に貼っておくんで、ぜひね、なんか近々動画を上げるみたいなんで、あります、じゃあ使いに、はい、ジャイ使いの方、多分僕のチャンネルにジャイ使い多分あんまいないと思うんですけど、いないと思うけど、ぜひね見てみてください。はい、ではお疲れ様でした。バイバーイ。